久保さん、動画うまいっすね。切り方が。<laughs> 本当に電話だったのか、電話じゃないのか、さておき、まあほ。まあ本当に電話だったんでしょうね。まあ今回はね、BMW、これキーワードいいんじゃないかな。BMW、これね、BMW の1年点検っていう動画がな何万回か回ってたんですよ。何十万回。はい、来ましたね。はい、こちら、はい。1年点検。はい。さらに進化した。 BM。BM。これね、めちゃめちゃいろいろ入ってますよ。あの、ボディコーティングシステム。タケな。これね、金が。この、こんなやつと。なんか、本当なんかいっぱいいっぱい入ってた。一年点検だけど、一年点検だけど、めちゃめちゃね、セールス入ってるっていうね。 無料で1年定期無料でするけれども、なんかアップセルいっぱいあるよみたいな。<laughs> めちゃくちゃ入ってます、資料が <laughs>。このね、値段、このね、また保証、保証プランみたいなね、ブワーッみたいな。す <laughs> すね、BM <laughs>。いや、早いですね、BM 買いましたっつって、あれから1年ですよ。もうちょっとで。そう。まあ、今回のテーマはですね。 まあ、まあ、あっという間に時間過ぎるよってことですね。うん。ただからまあ、ね、オリンピックも始まりますしね。うん。だからまあ、久保さんも麻雀店、あ、あのー、辞めてからもう7年ぐらいですかクソ <laughs>、ね、<laughs> 早いっすね。<laughs> めちゃ早いじゃないですか。秒速ですよね。あっちゅう間だな。なんで、時間ないですから、 あのー、さっさと、あ、そう、僕の熟成さんのね、俊英くん君が、あのー、スタンド FM っていうのをやってて、で、最近ね、そのね、スタンド FM っていうアプリを入れて、ちょっと聞いたんですよ。何やってんのかなと思って。なんかね、インスタグラムのストーリーっていうのがあって、そこで更新しましたよっていうのを常にやってて、何更新したのかなって気になって、で、その俊英くん君がね、なんかその、あの、スタンド FM で、 あのなんだっけな?「旬えー、これであのテーマでねあのなんだっけなあそう100万以内でかな叶う夢ならさっさと叶えた方がいいっていうね あ、これって、これタイトルはでも BM100 万のが、でも億万長者ですからね。億万長者だからこっちのタイトルにしようかな。パクるっていう。いや、どうしようか。これテストですね。どっちがいいかな。うーん。まあこれタイトルが100万以内で叶う夢ならさっさと叶えた方がいいっていうね。まあこうテーマでね、話してるやつがあるんですけど。 まあそのもちろんね、あの叶えられないことも今あるかもしれないですけど、その叶えられるものは叶えておいた方が、まあ、今回ね、そのもう見た人もいると思いますし、まだ多分救出作業やってると思うんですけど、熱海ですね、熱海でもう十何人亡くなられたと思うんですけど、あの豪雨ですよねそう、あとドイツ、どこイ,イギリスかドイツでもすげえ豪雨で、結構亡くなられたと思うんですけど。 何やるか分かんないじゃないですか、本当に。だからさっさとやった方がいいと思いますよ、本当に。うーん。だ最近、久保さん、あの、BM の Z4 で、これもね、さっさと叶いたいんですけど、ちょっと資金量の部分でね。さすがに BM3 代目はね、<laughs> ちょっと頑張ります。この Z4 で今見てるんですけど、限定から30代のやつが中古で出てきたんですよ。で、それめっちゃかっこいいんですね。うわ、あ800万ぐらいするんですよ。800かー、みたいなね。 ちょっと今の資金量だとちょっときついなと思って、ちょっと頑張ろうと思ってます。そう。そのカラーいいんですよ。最初白がいいなと思ってたんですけど、そのね、あの限定30台しか出てないやつなんですけど、かっこいいんですよ、それ。そう。まあ、そんな感じで頑張ってます。いってらっしゃい。